通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、とあるマーベルの主演女優の話題になります。今回ですね、シーハルクの主演女優タチアナ・マスラニーさんがかなりねヤバめの発言をしているということで、こちらが話題になっております。まあもともとねアクティビストとして知られている人物ですから、まあ今回ねそれが爆発したという感じでしょうか。果たして一体どういった発言をしたのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあそれでは本題です。こちらね見えておりますが、あのシーハルクですね、この主演女優タチアナ・マスラニーが今回ですね、カナダのとある法律に異議を唱えたということで、これがね話題になっております。まあ、カナダと言いますとですね、ポリコレ先進国なんてことも言われておりますが、非常にね目覚めた国として有名なんですね。そしてこれにね反対しているということで、ちょっとね何が起きているんだろうと思われるかもしれません。ちょっとね本日はその辺詳しく見ていきたいと思います。まずですね、今回話題になっておりますこちらの方ですね、タチアナ・マスラニーさんです。タチアナ・ガブリエル・マスラニーはカナダの女優ということで、この方ねカナダの女優さんなんですね。彼女は SF スリラーテレビシリーズオーファンブラックで複数のキャラクターを演じて有名になり、この作品でプライムタイムエミー賞、2つの批評家協会賞、5つのカナダ映画賞を受賞した。マスラニーはカナダのシリーズでの演技により主要なドラマ部門でエミー賞を受賞した最初のカナダ人である。ということでね、まあ、この方ねカナダの女優さんということで、その演技には定評のある女優さんなんですね。現在38歳、割と最近ですね結婚されたんじゃないかなと思います。そしてですね、今回ポイントとなるのがここなんですね。マスラニーはサスカチワン州レジーナで木工職人のダニエル・マスラニーと翻訳者のレナーテの娘として生まれた。ということで、このマスラニーさん、カナダのサスカチワン州出身なんですね。カナダはね、10個の州と3つの準州っていうのがあるんですね。自治権のちょっと弱い州っていうのがあるんですが、13の州で構成されていまして、そのね、州の一つ、確かこれね、川の名前だったと思います。そしてですね、この女優さんはね、ここバラエティの記事になるんですが、シーハルクのチーム、第4の壁を破り、有害なマーベルのトロールに FU を送る。ね、すごいですね。シーハルクのタチアナ・マスラニー、マーベルファンの性差別、マーク・ラファロや子供の頃の子役時代のトラウマについて語る。ということで、これらのね見出しを見るだけでもなんとなく想像つくと思いますが、こちらのですねシーハルクというのは、まあファンの間ではね大変不評となりました。批評家はねそこまで悪くなかったんですが、まあファンとはね本当に断絶した作品だったんですね。おそらくですねマーベルのフェーズ4の中でも、まあ最も議論を呼んだ作品だったんじゃないでしょうか。それがねこちらロッテントマトにもよく現れておりまして、こちらですね、これね評価この2つしかありませんので、このまんまですね、批評家が 79%、 オーディエンスが 32% ということで、制作者 VS ファンという構図がフェーズ4の中ではおそらく最も顕著だった作品だったように思います。で、その一員になっているのがねこちらでございまして、この女優さんはですねもう本当に割とガチめのアクティビストなんですね。むしろね最近では女優業より目立ってしまうみたいな、もうそのぐらいの勢いなんですね。タチアナ・マスラニーはレジーナでのイベントで表彰されながら人権への懸念を表明した。マーベルの女優タチアナ・マスラニーは水曜日、自身を称えるイベントでサスカチワン州政府の学校の法律を批判し、イスラエルとハマスの対立に注意を喚起した。皆さんこれ女優さんの話ですからね、政治家じゃありませんよ。シーハルクやオーファンブラックで知られる彼女は2022年にカナダのウォークオブフェイム入りを記念して故郷のレジーナで特別な記念碑を贈られた。マスラニーさんはまた自分が選んだ慈善団体に1万ドルの寄付を受け、同団体がコミュニティで行っている活動に対して感謝し感極まった。同団体が 2SLGBTQ の若者たちに安全な場所を作ってくれて、彼らが夢見ていた人生、彼らにふさわしい人生を送るために必要なリソースを与えてくれたことにとても感謝していますと語った。ということでこちらですね、 2SLGBTQ であります。こちらが本日のキーワードになります。ということで本日は用語の解説になります。こちらねちょうどカナダの魅力を発信しているというフィンチベリーさんでしょうか、こちらでねちょうど解説してくれてますので見ていきたいと思います。 2SLGBTQIA+、 何のことかお分かりのあなたはかなり最先端の知識の持ち主。日本ではまだまだ LGBTQ 止まりですが、カナダではこの表現がどんどん長くなってきてますね。長くなっていくんですこれ。そしてねこちらで解説してくれてるんですが、このね頭にある 2S、 これは2スピリットのことで、一部の先住民族の北米人が文化において伝統的な第三の性の儀式的および社会的役割を果たしているコミュニティの先住民を表すために使用する現代の反インドの包括的な用語です。ということでここのね頭にある 2S というのは2スピリットのことで、
あのね、女性の魂と男性の魂が同時に自分の中にある、こう感じている人のことだということなんですね。これをトゥースピリットと呼んで、現在ね、この表記が長くなってますよと、まあそのようなことなんですね。そして先ほど学校のね、法律を非難したとありますが、それがですね、1年前に遡りましてこちらになります。青少年擁護団体、プロナウンの変更について保護者の許可を得るよう学校に義務付けるサスカチワン州の政策を再検討。サスカチワン州の児童青少年擁護者は同州の学校におけるプロナウンの使用に関する新しい方針を見直すと述べた。この政策がサスカチワン州の子どもたちの権利に与える影響を深く憂慮しているとリサ・ブロダ知事は火曜日午後に出した声明で述べた。ダスティン・ダンカン教育大臣は同日、今後16歳未満の生徒が名前やプロナウンを変更する場合、学校は保護者の許可を得なければならないと発表した。16歳以上の生徒については保護者の同意は必要ありません。ということでですね、あのタチアナ・マスラニーさんの故郷ですね、サスカチュワン州が昨年16歳未満の子供たちが勝手にね、自分の名前を変えたり代名詞を使うことを禁止したんですね。それをしたければ親の許可を取ってくださいねと、このようになったわけですね。カナダでもこういうことはあるんですね。まあ、つまりアメリカでいうところのフロリダ州みたいなもんです。子供が混乱するから勝手なことはさせないでくださいねと、それはね、ここに現れておりまして、16歳以上であれば問題ないよと、ただ幼い子供は親に相談してくださいねと、そういうことですね。そしてこれを非難しましたよというのが先ほどのこちらだったんですね。故郷でこのね、タチアナ・マスラニーさん表彰されました。この場でこのね、自分の故郷のこの学校の政策を非難し、ガザでの停戦を呼びかけたと、まあそういったわけだったんですね。で、それがね、こちらおなじみリブスさんでも報じられておりまして、ディズニープラスで配信されているマーベルシリーズシーハルクの主演女優タチアナ・マスラニーは、子供がトランスジェンダーまたはノンバイナリーであると決めた場合、学校が子供の名前や代名詞を変更するには親の同意を得る必要があるとする親の権利に関する法律を厳しく非難。彼女はこの法律を行き過ぎで馬鹿げていると呼んでいる。ということで、こちらね、以前勉強しましたノンバイナリーっていうワードも出てきておりますが、今回ね、このタチアナ・マスラニーさん、16歳未満の子供に対する親の権利、これをですね、割とはっきり否定したことで、何を言ってるんだというように言われてしまっているというわけなんですね。マスラニーは先週の報道陣へのコメントで、親が自分の子供をコントロールする手段を持つべきではないと主張、親のコントロールの及ぶべきものではないと言及した。州政府がそれを法制化するのは行き過ぎです。不条理ですと彼女は付け加えた。子供たちには権利があります。子供たちは知識を持ち、自分自身を知っている人間であり、私たちは彼らからのヒントを得るべきです。様々な方法で、私たちは彼らからヒントを得るべきです。彼らの話を聞き、彼らが自分たちが誰であるかを知り、それを名付ける力を与えるべきです。それは彼らの権利です。親の権利ではありませんと彼女は主張したということでね、まあ16歳未満の子供であっても全て自分で決めるべきだと、このように言っているんですけど、これに関してはですね、以前このチャンネルでもね、こちらの動画でこれがいかに危険かというのをね、見てきました。この動画ですね、結構頑張って作ったんですが、全然再生されていません。ということは多くの方が見ていないと思います。この機会にですね、ぜひこの動画本当にね、ご覧になってください。最終的にですね、この思想というのが行き過ぎて、手術を決行してしまった結果、取り返しのつかない事態に及んでしまったという話です。概要欄から飛べますんでね。シーハルクが失敗したので、次に彼女がすべきことは活動です。これには努力もスキルも必要ありません。子供が自分をどう認識するかは親がコントロールすべきではない。共産主義のレトリックだ。これが多くのことを説明している。彼女の言うことが重要だと考える人がいるなんて馬鹿げている。学校は特定のカリキュラムを教えるべきであって、子供たちをカルトに強化すべきではない。子供たち、有名人や政治家からの道徳的なアドバイスは絶対に信じないでください。彼らはあなたの子供なんですか？違うなら、それはあなたが選ぶことではありません。まともなジャーナリストなら、彼女には子供がいないし、育てた経験もないし、何の経験もない問題について口を出す資格がないと知っているはずだ。冗談でしょ？本物のジャーナリストなら、彼女の考えなど気にするはずがない。本気で言ってるの？5歳児が自分で判断できるとでも言うの？子供たちは教えられたことしか知らない。単純明快だ。あなたたちは邪悪だ。はい、ということで本日はですね、シーハルクの主演女優タチアナ・マスラニーが自身の故郷の学校の政策を批判、これが大変非難されているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？いやー、現在ですね、こういう形でね、子供たちには好きにさせましょう。子供たちもね、どんどん手術をして性別変えていきましょうね。こういった思想がね、実際問題あるということですよね。で、これを支援しているのがディズニーだったという話が実際ありますので、今回ね、こういった形でディズニー、マーベルの主演女優がこういった思想を話すというのは、まあ、つながってるなと思わざるを得ないですよね。16歳という年齢の線引きまであり、しかもそれを禁止してるわけではなくって、
親に相談してくださいねと言ってるだけなのに、これに反対しなきゃいけないというのは、そこにはね、どんな理由があるんでしょうか。皆さんよかったらね、これについての意見を聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。